亜硫酸ガスを農硫酸に抽出するようにいう設備を作ったんです。それによってで今まで出てた亜硫酸ガスから農硫酸を取る回収したので出る煙が少なくなった。少なくなった、はい、で昭和31年以降にどんどん、ま、緑が入ってきた。ああそうなんですか。で昭和63年に製錬所もなくなっちゃった。それからピタッとガスがなくなった。それがまた一層増えてきた。製錬所がなんでなくなかったかというと別に儲かなくてやめたんじゃなくて、あの昔の国鉄 JR、うん、今の JR ですよね、はい、国鉄が62年に赤字路線廃止って出たんですよ。ああはいはい。その時足尾線も引っかかっちゃったんですね。一生懸命運動したんですけど製錬所なくなっちゃうからということで、だけどやっぱ通んないんで62年に足尾線の貨物が先に廃止になったんです。ダメになっちゃう、通らなくなっちゃう。その頃はもうこれ銅山もないし、はい、あの海外からも宝石を買ってたんで、それが運べなくなっちゃったんで貨車で、それで、まあやむを得ず、で62年間になって1年間は全なんですよ。でここ本山というのはこれ本山駅ってこれ貨物の最終駅なんですよ。これ引き込み線です。ここからこっち製錬所だから製錬所の中にあるんですね。本山駅というのは今でも残ってますけど、ちょっと行けないですけど。これで本山駅というのはそれが最終的な阿蘇線の感じですね。はい。そういう経緯があって、まあ山は荒廃したんだけども、31年にこれができたんで、まあ緑が増えてきて今は約半分ぐらいは緑になったかなっていう感じですね。そうですか。でもね、あの山がこういう山と違ってちょっと異様なんですよね。こういうの。あの砂防園ってとこなんかばっかこう石垣があってね、こういうとこに植えていくから、だから今はまだちょっと葉っぱがあるけど、これもうちょっとだと全部葉っぱが落ちちゃいますよね。そうするともうこう 石垣とかなんか見えてくるから、まあ寒々としてますよね。こういう森と違うから冬になっちゃうと。いやまだまだやっぱ寂しいんですね。ですね、季節によっては。はいはい、ああそうなんですか。これがこうなったんですか。そうです。はいはい、こんなになってたのがこうなったんですよね、はい、何十年もかんですよね。50年で60年くらい買ってんじゃないですかね。これそうなんですか、ね、すごい ね、 ね。でよくあのなんだっけ松木渓谷っていうのは、この辺からだったんだよね。こういうやつが、これ見るとみんなこう木の根っこが残ってるんですよ。これ山、ああ本当だ本当だ、この山にいっぱい木がありましたよということが生えてたよと。ああそうなんですか。木があってね、これ根っこ枯れちゃったけど、はいはいはい、だからこの山、岩場の中で昔はもっと見たくなって、あったってことですね。それでいっぱい木が生えててましたよってことなんですね。だからこの1年1万本ぐらいですね。あと75年ぐらいかかるんですけど。75年か。それでも、ま、元の人間が壊しちゃった自然は元の自然には戻らないんですよね、どうしても。いかに環境を、人が壊した環境破壊っていうのは大きな代償があるということなんですよね。だからこっちの確かにあの銅山は大したものなんですよね。それでいろんなあの明治の近代産業には古川さんというのは阿蘇銅山を貢献したんですよ。いろんなやつ持ってきてね、はい、もうだから阿蘇から水力発電作ったりね、なんかして動力を使って銅山を開発し始めたんで、どん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 銅が取れるという。まあもちろん国もどん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 こうあれですもんね、高度成長じゃないけど、そういう時代だったんですよね。明治の初めの頃は国境兵でね、どんどん本田さんって国の国策でやってたもんですからね。やってたんですよね。だからそういう設備なんか全部最初なかった。で全部国もいいよってやったんでしょうね。そうでしょうね、きっとね。それがもう騒がれちゃったんで、どうしようもなくなってやったっていう、そういうのもありますよね。ね、きっとそうですよね。国もあんまり強く言えないところはあると思うんですけど。はい、いや、そうでしょうね。それで今も一生懸命。で、だから昭和63年に辞めたから31年でね、わずか32年だからですよね。煙が出なかったの。あと70年はずっと煙出してましたもん。そうか、そうだよね。それによってここの似たあの九蔵村とここにあった松木村と、三田本村っていうのが昭和35年にもう煙がいっぱい出ちゃって、農作物も全然育たなくなっちゃって、住めなくなっちゃったので、みんな保証金村ってどっか行ったんですよね。
散らばったってことですね、ここに住んでた方が。そうだから、足が出てたり、なんかそういう、あれですね。いかに煙が悪かった。だって、本当ひどい時は、かわいそうに。太陽が見えながら、そうなんですか。そのぐらい煙が来てた。そんなに。はい。だから、一生懸命ね、わずかね、明治17年でも35年でしょ、わずかその期間でも村がダメになっちゃうんだから、いかにこういうね煙が出てたかっていうのが分かるんですよ ね、 そうですね、だから銅山の範囲は光の部分で、環境線、水質、大気、土壌線っていうのは影の部分で、それこそさっきのあの煙突みたいなやつからモク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 、いや、あの煙突じゃないんですよ、まだいっぱいあったんですよ、煙突。ああ、そうなんですか。煙突とかこういっぱいあって、まあ、そちらの方に行くと分かると思いますけど、 あればっかりじゃないんですよ。あ、もうすごかったんですか。明治18年のこうでしょ、もう全然違いますから、これ製錬所で、まだと今の煙突ないですからね、これね。はい、あ、そうだったんだ、うん、もうすごかったんだ。昔はこういう鉄削っつってね、こういうやつでみんなあの堆積物みたいのを、まあ、これ銅も運んだんですけど、堆積場にこういうやつで、これで昔っていうのはあのこれを鉄道馬車なんですよ。ああ、本当だ、馬車で引っ張って、で馬ですか。そう、馬で引っ張っていって山を越えなくちゃいけないんですよ。で山を越えるところにはこういう鉄削班なんですよ。で、こっちから行ったらこっちをまた鉄削を引いて、で下ろしたらまた向こうにもこういうやつがあって、それで向こうの日光の方から今度電車に乗って東京まで運んだ。はあ、大変なんだ。はあ、でこれは線香場で、昔はねこれね、線香場ね、みんなこれ頭くしかなんかさしてみんなタオルハンカチでじゃねえやな、手で拭いか手で拭いてね。頭を拭いて。山これ。この頃だとも昭和7年だとこれ一本あるんですけど、ね、だけど実際には出てたのはこっちですから、上。ああ、これなんですね。ああ。こういう4本入れは、ここは塊を入れた。銅の塊。うん、塊を。でこれもすごかったんですよ、このやつは。昔銅溶かすのに32日かかったの、この別スマンだったから2日でできるんです。あ、そうですか。でこれだとあんまり煙が出るんで、昭和31年に新しく需要制限法っていうのを作って、それフィンランドのやつですよね。 そうです。それは古川さんがいろいろ改良して、そのやつは密閉式なんですよ。で粉を入れるんですよ、銅の、その銅の入れるとそこに硫黄が入って、で自力で燃えるんですよ、一回温めておくと。だから需要制限法って自分で溶かせるって書いて、で燃料費も削減する画期的な製錬法だったんですね。でそのやつが古川さんが足尾銅山で開発、いろいろ改良してフィンランドの会社と技術提携して、足尾の日本のあるいろんなところの製錬所に古川さんが技術指導していって、足尾あの日本の銅山の製錬所の、方法というのはああいう需要性の方に変わっていったんですね。だから製錬所側とかみんな、そういうやつは軽いから浮くんですよ。それを開けて。とそれはあのどうにできないから、こういう廊下の口から抜いて先に抜いちゃうんですよ。それが絡みになる。そしてこのここに太ってるやつっていうのはやっぱ溶けてから真っ赤ですよね。でそのやつは急激に水をバーって冷やすと水彩が荒れまして、そうですよね。でこれで伏せてたんですよ。そうか。ね、2キロぐらいありました。それがずっと伏せてたんです。で、これが途中から、昭和30年代ぐらいから、これが売れるようになったんですよ、殻が。売れるようになった。ああ、何に使うんですか。コンクリートかなんかに強度が増すんですね。アサルトとかなんかに。ソリを入れることによって。そうなんで、今度こっちに捨てなくなって、はい、今度、から貨車で出た絡みは出荷してた。あ、そうなんですか。そしてこっちにも大量な絡みがあったから、はい、これもったいないから、はい、トラックでみんな運んで。そうなんですか。でも今はもうほとんどないんで、表面だけで。私が入った時だから何年だ。8年か9年前に辞めました。へえ、そうなんですか。だから手作業する。昔足の山ってみんなあの明治時代からみんなこういうとこはさっきあった鉄柵なんですよね。こういうやつ捨てるのもここは線香場なんですよ。はい、
こうやってみんな明日の動画を撮れた動画を